これをやったら本当に髪が良くなった。はあ、いい匂い。こんばんは、くまみきです。お風呂上がりです。はい、というわけで今日はですね、最近のヘアケアについての動画を撮っていこうと思います。もうめちゃめちゃ伸びたと思いませんか？結構レイヤー入ってるんで、まあ短いとか短いんですけど、でも後ろとかだいぶ伸びたんですよ。あんな短いベリーショットだったのに、もうだいぶ、これはなんだ、セミロングじゃないか、なんだろう、ミディアムなんだろう伸びたーと思って、でこの前ナイトルーティーンの動画をアップしたんですけど、髪の毛のことは詳しくやんなかったなと思うので、ちょっと今日は髪の毛編みたいな感じでね、詳しく使ってるものを紹介していこうかなと思います。まずは今使ってるシャンプーとトリートメントなんですけれども、これはねずっと前から使ってるナシードのカラーケアシャンプーとカラーケアトリートメントっていうのを使ってます。すごい大きいやつ買ったんですよね当時何回もリピ買いしてて、でリピ買いしすぎてもうリピ買いするのめんどくさいわと思って、めっちゃ大きい業務用のやつを買ったんですよ。でそれで気に入って使ってて、あ、そう、美容院専売品なんですよ。そう、それで昔はもうだいぶブリーチも毎回してたし、いろんな色をしてたしっていうことで、もう今よりかなり髪の毛傷んでたんですけど、美容師さんがおすすめしてくれたね、その美容院で使ってるシャンプートリートメントをお家でも使ってました。で一旦その後春夏ぐらいはパンテンミラクルズカラーシャインシャンプー、パンテンミラクルズカラーシャイントリートメント、パンテンミラクルズカラーシャインカプセルミックスクリームっていう色落ち防止トリートメントを使ってました。これインスタの方で紹介してたんですけど、それを使い切って、でそれもすごい良かったんだよね。久しぶりにドラッグストア系っていうのかな、なんかそういう普通に買えるトリートメントとか買ったんですけど、こんないいんだと思ってすごい感動して、使い切って、でまだナシードがめっちゃ残ってるから、またナシードに戻ったよっていうところです。っていった感じでシャンプートリートメントは使ってて、でお風呂上がりのこのタオル、カホニコヘアドライマイクロファイバータオル、よくドラッグストアとかでも1000円ぐらいでね売ってるのを見かけるんじゃないかなと思うんですけど、美容師さんが考えた髪のためのタオルっていうので、これも結構長く使ってるんですけど、なんかずっとふわふわ全然へこたれずに使えてます。とにかくこれね、吸水力がすごくって、これでねこうポンポンってやってるとすごいね早く乾く感じがして、びしゃびしゃの髪にドライヤーじゃなくて、まずタオルドライをちょっと頑張ってからやろうみたいな感じではあるんですけど、これだと本当に早い。これ見えるかな、見えないかな、どうだろう、わかる？普通のタオルってここの毛がさ、こうループになってるんだけど、これはそうじゃなくってパイルカット仕上げっていうみたいなんだけど、ここループじゃなくてこう一本一本ピュッピュッピュッってなってて、それがねなんか早く乾く秘訣みたいなことらしいんですけど、ほんとこれいいです。ほんと1000円出した方がいい。というわけでこれでタオルドライします。でこの後につけるのが、これももう長いこと使ってます、アリミノのシェルパデザインサプリアフタートリートメントリペアミルクっていう洗い流さないヘアトリートメントとね、これミドルからハイダメージもゴワつき広がる髪にということで、ほんとねブリーチしまっくりの時とかほんと髪の毛やばかったから、もうこれがなきゃみたいな感じでね、今ねブリーチした毛はもうだいぶこのぐらいちょっとになってきたんですよ。はい、というわけでこれ出してみると、こういう乳液状っていうんですかね、ミルクタイプになってます。これをね毛先につけるんです。これがないと結構焦る、私の髪のパサパサ感が出ちゃうんですよ、これがないと。これも最初美容院でおすすめしてもらって買い始めて、で今はアマゾンでねなくなった時ポチポチって感じで買ってて、一回ねなんかもうちょっと他にもないのかなって思って、なんか使い慣れたらさ冒険したくなって他の試してみたくなったんだけど、結局ここに戻ってきました。香りもすごく優しくって、なんだちょっとベリーっぽいローズっぽい、なんだろう、でもそんなに香りが主張する感じではない
ないんですよ。キシキシした髪とかダメージヘアの方はぜひこれ使ってみてほしいです。で、これで次これです。今使ってるのはケラスターゼの HU ユイルスブリムティーインペリアル N っていう洗い流さないヘアトリートメント。これすごい名前だね。どっちもね、タオルドライ後に髪につけてなじませてください、洗い流さないでくださいっていうタイプのものなんですけども、とろーっとしたオイルですね。これはね、香りが結構強いかな。これは友達からいただいて、それで使い始めて、今もう半分以上使ってますね。これすごいいい匂いだなと思ったらね、香りがフローラルシプレ。トップがベルガモット、アイリス、グリーンノート。ミドルがフリージア、ダルマスクローズ、マリンノート。ベースがムスク、ホワイトフラワーって、なんかすごいいろんな香りが混ざってたんだね。知らなかった。普通にただのローズだと思ってたけど、今嗅いだらちょっとローズとはまたちょっと違うなと思って改めて調べたら、なんかすごいいろんなの入ってた。で、これがツヤを奪う原因から守るっていうので、エアコンだったり UV だとドライヤーとかアイロンの熱っていうもので、他にも種類があるんですけど、これはしっとりした仕上がりが好きな方向けっていう風に書いてありました。で、ここでやっとドライヤーです。ドライヤーはこちらです。復元プロっていう、で、これはなんか普通に例えばビッグカメラとかヨドバシとかそういうとこにはおそらく置いてなくって、美容院でしか買えないってその時は聞いたんですけど、でももう買ったのだいぶ前なんで今ちょっとわかんないんですけど、結構風量強いんだけど、その割には静かかなっていう感じのね、ちょっといいドライヤーです。で、これいろいろなんかオプションっていうかついてて、こういうスタンドになるやつだったりとか、ここの種類がすごいいろいろあって、今これノーマルの状態で、これが集中っていうね、ブロー用のこう細くなってて、もうここに当てたいっていう感じで使うやつ。続いてこれが拡散っていう、全身用なんですけど、こう開いてるんですよね。だから外に向かって広い範囲にいて、で、全身用って何事って思うじゃないですか。髪だけじゃなくて、これ体にも使えるんですよ。って言っても全然使ってないんですけど、髪の毛以外にもこう顔をこう当てて、ちょっと小顔効果、お顔をキュッとケアとか、あの公式サイト見ると載ってるんですけど、あとは上向きバストケアって言って、お胸に当てたりとか、ウエストキュッとケアって言ってお腹に当てたり、あとヒップだったり足だったり、あとは首とか肩のケアっていうのもできて、私全身にも使えるっていうのに惹かれたんですけど、全然使ってなかったですね。ちょっと今ほんと公式のページ見たらいろいろ載ってるんで、改めてちゃんとこれも活用したいなって思ったんですけど、そういう髪だけじゃなくて全身のケアもできる。私の知り合いの方もこれ使って、足に怪我があって時々痛むらしいんですけど、これで当てたらね、ちょっと痛みがその日収まったわって言ってて、あ、そんな効果あるんだなって思ったんですけど、結構私だったら肩こりとか使いたいですね。ちょっとちゃんと使おう宝の持ち腐れをよくやっちゃうんですよ私。てか喋ってるうちにどんどんさ髪の毛乾いてきちゃったで、次出てくるのはちょっと別売り、じゃーん、ザワワヘッドっていう頭皮マッサージ用。これ面白いね。これでこうやんの、あ、痛い。これで風を浴びながらこうやって頭をマッサージするとか、もうちょっともう何言ってんのみたいなあー気持ちいい、これ気持ちいいんですよ。でも私普通にめんどくさくて、よくこれ単体でもこうやって使いますね。あー気持ちいい。あ、動画撮ってること忘れちゃうから、ここまで。っていった感じで、ドライヤーはこちらです。てか、あれかも、さっきから映ってたかな、あの、なんか、一応毎回言おうと思ったのに言うの忘れちゃった。これは、やけどです。いや、なんか毎回動画見てくれてる人だったらさ、ああ、やけど治んないんだなって思ってくれると思うんだけど、偶然この動画をピンポイントで見に来たとかいう方がいたらさ、えってなるから、これ毎回言おうかなと思って、やけどしたんですよ。しつこくなるけど、毎回、なるべく言います。付き合ってください。はい、というわけでこれでいつも髪を乾かしているので乾かします。はい、というわけでドライヤー完了しました。最近結構こうおでこ出しちゃうことが多いので、もう後ろにこうやってバーって乾かしちゃうことめっちゃ多いですね。で、ドライヤーするとき気
をつけてるのは温風でバーって乾かした後最後冷風を当てるのをね毎回やるようにしてます。なんかそれやるとね髪がこうツヤっとまとまるような気がするんですよ。昔はねほんとドライヤーの後必ず全部アイロンしないともう髪の毛どうにもなんないぐらいチリチリだったんですけど、本当にもう最近はドライヤーだけで済むようになってきました。あの癖っていう意味ではアイロンする時もあるんですけど、髪のパサつきとかが本当に良くなって良くなった。まあ家でのケアも頑張ってるんですけど、最近髪質改善をやっていて美容院の方でねやっていただいてるんですけど、これをやったら本当に髪が良くなった。ちょっとやってるとこを少しだけ撮らせてもらったんですけど、今ね3回目ぐらいかな、この前行ってきてインスタの方で紹介はしてるんですけれども、髪質改善のねトリートメントをやったら本当に私今後くせ毛を生かして生きてこうって思ったけど、あれまだまだ希望あったじゃんっていう、ほんと衝撃なぐらい髪の毛の質が良くなったんですよ。そうで髪の毛のツヤとかくせとかが良くなったら、なんか髪の毛に自信が持てるようになって、あ私髪の毛暗くてもいいのかもってイケてるかもってなったんですね。昔はとにかくもうレインボーだピンクだカラーしようって感じだったけど、最近はなんかこのツヤっていいなっていう本当その感動を覚えてしまって、と言いつつまたブリーチしちゃうんでしょうけど、でも今一旦髪をちゃんと伸ばそうと思ってブリーチ我慢したりとかしてね、ここまで頑張って伸びてきたわけですよ。家でねいろいろ頑張るのも毎日の積み重ねだからもちろん大事なんだけど、プロのところに行くっていうのもめちゃくちゃ大事だなと実感しております。行ってトリートメントやってもらいつつケアどうしたらいいかっていう相談もできるし、おすすめのアイテムとかも聞けるしっていうので、私も毎回行くたびにねアイロンの温度何度ぐらいがいいですかねって聞いて、やっぱその時の髪の調子で違う温度こんぐらいがいいかもとか教えてくれるんで、やっぱ悩みがある時はねその道のプロのところに行こうというのを実感しております。でまだケア続きあります。はい、で寝る前ねこれ使います。エニーのフォンダンミルクっていうヘアトリートメントですね。こちらもいただいて使い始めてもう結構使ってるな。これはね寝癖が気になる方に寝る前にケアするミルクタイプの洗い流さないトリートメント。そう寝癖くせ毛は落ち着いても寝癖はつくからねっていうので、これやるとね結構軽減されるこういうミルクタイプのものになっています。あでもこれ私使い方間違ってたわ。これもドライヤーの前ですね、タオルドライ後中間から毛先を中心になじませて乾かすって書いてあって、まあスタイリングの仕上げとしても使用できますってあるんですけど、私は全部終わった後にいつもつけていて、こんな感じで塗ってでこれで寝るんでもいいと思うんですけど、最後の仕上げがこれです。ナイトキャップ、これねこの前のナイトルーティーンの動画出した時もどこのですかって聞かれたんですけど、どこのか思い出せないんです。どうしても私アマゾンかなんかで買ったかなって思って履歴見たんだけどなくって、多分どっかのお店で買ったんですね。でタグとかもないからなんかどこのかわかんないんですけど、とりあえず皆さんどっかしらでシルクのナイトキャップを買ってください。とてもいいです。でこれもちょっと何がどういいのか改めて調べました。ナイトキャップは髪のパサつきや広がりの原因ともなる摩擦を防止してくれるっていうことで、あの枕とのスレをねこれで防いでくれるんだなという改めて学び、あとは保湿効果も得られるみたいで、そう確かにねこれかぶって寝るとトリートメントがすごい寝てる間にギュッと髪に入りましたよ感っていうの、しっとり感が全然違うんですよ起きた時の。普通にこのまま寝たらちょっと朝またちょっとパサついてるわみたいな感じなんだけど、かぶって寝ると本当にね髪がまとまってくれる、もうトリートメントの効果を十分にこう入れ込んでくれる気持ち実際は知らんけどみたいな感じなんですけど、あとは寝癖がつきにくくっていうのもあるけど、それはちょっと私かぶり方次第かなみたいな感じで、時々というかまあ最近寝癖はまあつくなって感じだけど、でも何にもしないよりは全然いいですね。髪の長さによってかぶり方変わってくるんだろうなと思うんですけど、私もうちょっと短かった時は結構そのままストンってまとまってくれたけど、最近ちょっと長くなってき
きたんで若干つきますね、グゼ。なんかかぶり方あんのかね。普通に髪の毛こうしまっちゃう感じですね。全部入れ込んじゃう。私の場合はいつもこの後ろをねどう入れようか迷うんですけど、右の髪は左に、左の髪は右にって感じでこう寄せて入れてます。みんな使ってる人どう使ってるんだろう、ね、これおばあちゃんみたいになるんですけどね。でも朝の仕上がりのためにはおばあちゃんになったって構いません。みんなとりあえずシルクのナイトキャップ買ってみてください。であといつも使ってるっていうのでこれはヘアケアになるのかな、わかんないんですけど、リファのヘッドマッサージ、これ相変わらず使ってます。これは私いつもお風呂で使ってますね。お風呂で湯船使ってる時暇なんで YouTube とか見ながらこういうワーンってやってるんですけど、これはどちらかというと髪の毛っていうよりは頭皮ケアになるのかな。頭皮とか顔、頭のここの頭皮って顔とつながってるじゃないですか。だからここが硬いと顔がたるんでくるって聞いて、それは嫌だと思って逆にここをねちゃんとマッサージしてあげて柔らかい状態にして血行良くしておくとたるみとかも軽減できるらしいというのを聞いてね、それでやってます。もともと結構手でこうマッサージしてたんですよいつも。でも疲れちゃうんでもうこれに頼ってやってます。本当は朝もやりたいぐらいなんですけど、朝はどちらかというとなんかこの辺のむくみ取りみたいなマッサージとかね、耳回したりとかそういうのを結構やってて、いろいろやってると時間ないので夜は頭皮、朝はこの辺でむくみ取りみたいな感じでやっています。でもなんかいろいろ調べて読んだら、結局この頭皮の血流が良かったりとかすると抜け毛防止だったりにも効果があるっぽいよみたいなね、まあ何が本当の正解かわかんないんですけど、そういう記事もあったので、まあ、やっぱ髪の毛が生えてくるこの根元はしっかりケアして損はないのかなと思いました。あとね、これはいつも使ってるんじゃなくて今日から使うやつなんだけど、一個ねこの前美容院行った時に買ったから紹介しよう。ダビネスのオーセンティックオイルっていうヘアオイル買いました。これねオイル、ヘア用だけじゃなくって顔とかボディにも使えるみたいなんですけど、すっごい香りがよくって、香りに一目惚れ、一鍵惚れしちゃってその場で購入を決意しました。匂いすごいなんかお花って感じのいい匂いです。結構こういうどこにでも使えるよみたいなオイル最近多いですよね。でもなんかこれはねちょっと体とかベタつくかもって言ってたけど、結構サラサラっとしたオイルかな、体塗っちゃおうこれはなんかね乾いた髪パサついてるとこ気になるところにこうペペペって塗るといいよって言ってましたね、美容師さんが。いい匂い。なんか私そんなに香水つけない人で、だけど髪の毛には結構いろいろ塗るからいつも髪の毛につける香りはめちゃくちゃ選ぶんですけど、これいいわ。自然と香るのいいですよね。というわけで今後この子使っていきます。はい、というわけでいろいろ喋ってたら犬が溶けてなくなったおいや、いなくなっちゃったの。というわけでいっぱい喋ったな。でも私ほんと髪痛みまくり人生でかなり髪に投資しているので、今回紹介したものどれもおすすめです。ぜひ使ってみてください。そして逆にこれがおすすめっていうのがあったら教えていただけるととってもとっても助かります。というわけで今日は私のヘアケアについてでした。紹介したものはわかるものみんな下にリンク貼ったりとかしておくのでぜひチェックしてみてください。というわけで今日の動画楽しかった、参考になったと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。おやすみなさーい。それでは最後に今日のリップとお洋服紹介と言いたいところなんですけど、お風呂上がりのためリップは塗っておりません。パジャマはジェラピケです。それじゃあバイバイ。